あれ何時間来たらパチャって降りるんだ。30分撮るともう勝手に。それっていい場合もあれば自分で選べればいいんだよね。あ、ビデオカメラと今差別化してるらしいです。そうですね、一応カメラっていうコンパクトデジタルカメラでそこはそのぐらいでっていう。でも今ほんとすごいよね、こういうのでも立派だし、あのテレビの番宣、はい、テレ朝の番組で何月何日見てねとかっていうのやったのよ。これでやるんだよ iPhone。 ああ、こんなんでやるんですかって言ったら、はい、いやこれがいいんだよ、逆にこれで十分なんですよ。いや、このぐらいのカメラの方がリアルなんですね。今そういう iPhone っていうかその YouTube 用のカメラみたいになってるもんね、はい、これもうみんなちっちゃいもんね、うん、まあ、ちっちゃいには理由があって、店で撮るんだったら、うん、やっぱちっちゃい方がいいんですけど、お客さんも気にしないし、うん、そうそうそう、店側も気にならないし、ちっちゃい方がいいんですよ。なるほどね。テレビのでかいカメラも気になるんじゃないですか。気になる、気になる。自然じゃなくなる。こういうところで、こういうね、お店とかで撮るのにはそうだよな。本格的に撮るなら、なんか、もうやってるんじゃないか。そう。今でもテレビ局もみんなちっちゃいのもある。あ、そうです。今そんな。もうハンディカムみたいな。だからもう素人と思ってる。お、でもこれね、フジテレビだよとか、TBS だよって言ってる。えぇ、ー、って嘘でしょってみんな言うのよ。それが、そうそう、そうなんです。時代ですね。ね、で、いきますか、どうぞ。悪いね、ありがとうね。いや、こちらこそ、本当にありがとうございました。よし、またちょっと編集終わったら教えて。わかりました。いつ頃アップするの？お渡しして。まあ、2週間ぐらい、あと。じゃあ、俺がちょうど帰ってくるぐらい。そうですね。